ユンヨン・オーパー君は、タイ王国のミュージシャンで、タイのロックバンド、カラバオのリーダーである。ユンヨン・オーパー君は芸名。一般的には、エイト・カラバオの名で知られている。1954年11月9日、スパンブリー県にて、歌教系移民の3代目として生まれた。父親は、マヌス・オーパー君で、ルクトゥーンバンドのマネージャーや、作家、郷土師や、 地方新聞の先駆者で、地元では賢者として高く評価されていた。幼い頃、タイ中部の音楽、コールレスポンスソング、タイ民族音楽、タイダンス、そして父親がマネージャーをしていたルクトゥンに触れた。また、10代の頃には西洋音楽の影響を受け、西洋楽器の演奏を学んだ。この経験が現在の音楽活動につながっている。 ワットスワン校にて、初等教育を受けた後、バンコクの高科高校で建築を専攻し、その後フィリピンのマプア高科大学で1年間建築を学んだ。フィリピン滞在中に一緒に学んでいた、タイ人学生であるキラティプロムサカナサコンナコンとサニットリムシラと知り合い、3人で社会派の音楽を演奏するバンド、カラバオを結成する。大学を卒業後、タイに帰国した後に、 ユンヨンは建築業界に就職。カイとケオが帰国後に3人で再会し、バンコク中心部にあるウィンザーホテルのレストランで演奏した。週末にはホテルマンダリンサミアンで演奏していたが、無断欠席を理由に仕事をクビになってしまう。失業したことでメンバーの一人であるカイが抜け、残ったユンヨンとケオの二人で、ホープというバンドを組み仕事をしながら、活動を続けた。 1979年に友人のバンド、ハマーのファーストアルバムのプロデューサーを引き受けた。このアルバムでハマーはタイで名前が知られるようになった。また1980年にリリースされた同バンドのアルバム、ブパッチディとイバーンラオにトゥーククアイツイという曲を提供している。このアルバムをきっかけにハマーは一躍有名となる。ユンヨンとケオはハマーとの仕事をきっかけとして、 自分たちのアルバムを制作。1981年にカラバオのファーストアルバムキーマオが発売された。当時このアルバムはあまり注目されず、全国の映画館を回りツアーを行ったが、少人数の観客しか集まらなかった。1984年に発売したカラバオの5枚目のアルバムメイドインタイランドが通算500万枚を売り上げる大ヒットとなり、 エート・カラバオの名前は大国全土に知れ渡ることになった。その後、ヨーロッパ、日本、アメリカでツアーを実施している。これまでに作曲した楽曲数は900に上り、世界で最も多作なシンガーソングライターの一人となっている。エ、えート・カラバオことユニオン・オーパー君は、カラバオやソロアルバムの楽曲にて、社会の様々な事柄について強烈かつ直接的に言及。 批評してきた。ミュージシャンとしてだけでなく、著作も出版しており、テレビドラマや映画に俳優としても出演した。その他にコマーシャルソングや政府に依頼された楽曲も制作している。2013年、国家芸術家の指定を受けている。エナジードリンクの製造、マーケティング、販売事業を行うカラバオダングは2001年に法人化された。 サシーン・セハズイと、ナトカマイ・サノンブン・チャレン、エイト・カラバオが共同出資した会社である。2018年現在、エイド氏は、カラバオ団のブランドアンバサダーを務めている。3.30。ライフユーチューブ。web.archive.org。2020年7月2日、閲覧。太陽国文化省文化振興局、バックグラウンドメジャーデベロップメンツ。 カラバオグループ2020年7月2日閲覧。アニュアルレポート2017。バンコクカラバオグループ2020年7月2日閲覧。ありがとうございます。